珍しくリオンも登場です。明日めっちゃ早起きなので今日は早めに寝たいと思います。あ、やばい、皆さん9月29日のイベントの申し込みが今日までです。9月29日2時申し込み本日まで、お早めに。リオンです。申し込みましたってありがとう。早く歌詞を覚えな始めないと。S なら両日いけるんでしたよね。いけます。お待ちしております。ママがお風呂入ってます。暑いの？はあ、はあははあ、言ってるけど。今日はおばあちゃんが作った栗の甘渋皮にくれました。ちょっとすっぴんなんですけど、今日は美容デーでした。小顔にしてもらって、そしてネイルしてきました。久しぶりにちょっと時間があったからネイルしてきた。なーに、ネイルだよ。ゆいくん別に何にもお姉ちゃんないよ。そういえば劇場の床板はもらえたの？もらってないです。いらない、欲しくないからもらってない。置く場所ないもん、床板もらっても。欲しい？床板って。私何の床板もいらんかな。壁車は欲しいけど、壁車かなんか劇場のなんかフィギュアとかはめっちゃ欲しいけど、床板はいいや。壁車欲しい。歴代の壁車欲しかったな。でもなんかどっかの年だけファンの方にあげてた気がする、サイン書いて。何年だったっけな、なんか毎年のイメージはないけど、どっかの年、あ、ほら、いただきましたって。すごい、1枚しかないのに激レアだ。何よ、ハハしてる。
髪色が色落ちしてきたけど、色落ちしてもまだ暗め。ありがたや。本当に悩んでるんですよね今。アトレイユどうしようかなって。悩み中。アトレイユもだし、あとなんだっけ、あれもなんだよな、撮影も髪色どうしようかなって。私いつもビジュアルと本番髪色違くて、ビジュアル撮影と本番って2ヶ月とか差あるんですよ。白雪姫なんて5ヶ月前とかからもうビジュアル撮影してたので、そう、本番7月なのに1月には撮ってたので6ヶ月前、半年前、早すぎないと思ったけど、めっちゃ前から撮るので。だから本番はさ、白雪姫だけど真っ黒だったけど、ビジュアル撮影全然茶色だったし、アトレイユも本番金髪だったけど、ビジュアル撮影の時焦げ茶だったの。毎回ビジュアルと本番が色違くなるから一緒にしたいんですけど、毎回ビジュアル撮影がいつになるかがわからないっていうね。それさえ分かればめっちゃ嬉しいんだけどな。風高さんありがとう。タコちゃんいっぱい。かゆい。わ、なんか蚊に刺されみたいな。かゆい。シーカーさん、I love you くまちゃん、ありがとう。悩むな。なんか絶対ブリーチはしたくなくてもっていうと、ブリーチなしでどれぐらい明るくなるかですよね。アトレイユ会いに行くねって、ありがとう。悩むな。アトレイユと写真、撮影と卒業公演と卒業グッズの撮影を何色にしようか悩む。ブリーチってピンク髪した時はやったんだっけ。やってます。ブリーチしてる。アトレイユの時もしてるし、ブリーチ。ブリーチしてるんだ私、2、3回。でもした後ってやっぱ本当に髪の毛傷んじゃって、バスタオルとかで髪拭くとね、切れちゃうの、髪が切れちゃうから。そう、だから博多座の時、仁義なき戦いの博多座の時はあれでした。アイロン熱通してくれなかった、もう溶けちゃうからダメってなって今はね、だいぶね復活しました、髪の毛。そうだからもうちょっとブリーチしたくなくて、ブリーチせずにどれだけ明るくなるかを聞いてこようかな。
家に飾ってあります。白雪姫がこれくれました。劇団が白雪姫の大きいお写真、キラキラと降り注ぐ暖かな光、森も私も気が下がって吹き抜ける風、耳を澄ませば聞き立ちが奏でる。めっちゃ嫌そう。ヘアオイル大量に持っていこうかって。いいな、ヘアオイル担当になってるもん。でもリーカ重いな。明日なんか今日雨降ってる感じしないのに、なんかさりげなく降ってるみたいな天気だったな。ちょっと何なんだろう、錯覚。明日は天気、さっき Google に聞いたら晴れって言ってたけど、どうなんだろう。晴れるといいなぁ。あさっては結構降水確率 50% でした。お、明日晴れだよって。え、おととい雨すごくなかったですか？ポーカーがね、西新宿だったの。西新宿雨すごかったの。なんかポーカーのトーナメントにオンラインお話会終わってから行ったんですけど、もう駅降りたらありえないくらいの雨で、で傘なくて、でコンビニが外にあったからさ、構内じゃなくて駅の。うわー、これ濡れる覚悟だけど、もう絶対傘ないとこれダメだと思って走って買いに行ったんだけど、傘もう信号渡ったぐらいしか歩いてないのに、えぐかったです。びっちょ濡れ、びっちょびちょでトーカーとポーカートーナメント行ってきました。あんな降ってると思わなかったからポーカーしてきた。でも福岡でもポーカートーナメントできるから楽しみ。私でもぶっちゃけポーカートーナメントよりもアミューズメントの方が好きなんだよな。なんかやっぱトーナメントはさ、大会だからさ、もうなんか緊張して手震えちゃう。とっても緊張します。ガクガクブルブル。金曜まで晴れて33度前後まで気温が上がるみたいだよ。秋来る？なんか今日スタバ行ったらさ、もうめちゃくちゃメニューが秋で、フラペチーノも秋だったし、お土産コーナーっていうのかな、もうめっちゃ秋で、うわすっごい秋だ、秋来たと思ったけど、全然ね、天気は夏だよね。1010日連続ありがとうございます。毎日配信1010日を達成しました。土曜日から秋？じゃあ今夏最後なんだ。よし。あ、かわいい。ブー君が
王冠クマちゃんタワーくれた。ありがとう。嬉しい、かわいい。王冠クマちゃんハートじゃん。ブーくん1010日おめでとうタワーありがとう。めっちゃすっぴん、失礼します。ありがとう。ありがとう。よし。明日は5時起き。5時半、5時か5時半起きなので12時までには絶対に寝たい。10時までに寝たいなっていう願望だったけど、まだお風呂に入ってないので無理そう。では皆さん配信見てくださりありがとうございました。まったね、バイバーイ。あ、ランキング読むの忘れてた。あ、でもランキング変わるかな、この後。またね、ありがとうございました。では多分変わるので、よし、また明日配信します。ありがとうございました。この後インスタ投稿します。